ギャー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 ギャピー、どうもー、紙芝居師の紙春です。どうもどうもどうも、今現在こんばんはなのかな、こんにちはですか、おはようございますでしょうか。はい、ということでね、だいぶ空いてしまったんですが、パラノマサイトファイル23本所の七不思議ね、続きをやっていきたいと思います。あのね、実はね、続きが開いたんです。何の続きだと思う？ほら、前回この堤さんたちのをやったんだよね。で、荒石さん、教授の荒石さんから消えゆくアンドンだっけを取ってだったと思うんだけど、このね、脱出成功ってやつ、なんとね、ここの駒形高校からの脱出っていうので選択肢をちゃんとしたらね、脱出できたんですよ。で、これをまだ配信にね、乗っけてないので、ちょっとこれうまくできるかわからんけれども、とりあえずやっていきたいなーなんて思ってて、なんでやっていきたいと思います。ちょっと脱出できるかな、途中からでやってみようか。途中からでいけた気がするんだよね。あー、出た、正門前、校庭、うわぁ、うわぁ、最初からのがいいんかなー、これ。正門からにしてみる？こんなに選べるんだね。もうね、飽きすぎちゃって覚えてないのよね。いや、でもなんかここからっぽいな、出てくるよね、あの人がね。いや、怖っ。いや、怖っ。これもう出てない？学校。いいのか？いいのか？あ。あ、あー、そうだそうだそうだ、荒石先生がね、そう、すごいよ。荒石先生のことが分かったから、ここで分岐が出たんだね。もうキョロキョロしてる。蘇りの秘術。そうね。探してるんかな？そうだよね。みおちゃん10分待ったら先行ってって言ってたもんね。逃げよう。あ、これで脱出成功だ。そうだそうだ。なんか、あれだな。あっさりしちゃったな。ちょっとこれ初めからやるか。初めからやれよって言うんで、最初からね。まあいいでしょう。ね、ほぼこの動画もノー編集でいきたいと思ってるんでね。いやー、お付き合いくださいね。ここももうあれでしょ、こっくりさんだよね。音がしたんだっけ、みおちゃん今の何、違う樹へ歩いてんのかな。そうだと思う。見つかっちゃった。え、いやー、動いてる、みおちゃん。みおちゃんの変わり果てた姿を見ちゃったからな、前に。これであれだよね、先生たちがいるんじゃなかったっけ？確か、あれ？こっそり様子見たらなんかやばかったんだっけ？もう忘れて、いや、もう全部やろう、全部やろう。はい。ちょっと様子を見させていただきたいと思います。ちょっと覗かせていただきたいと思います。失礼いたします。あー、怖っ。そうだ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 。大丈夫だ大丈夫だ。何もなかった。城之内先生。やだー、見ちゃったー、いやーいやー、え、これやっちゃっていいかな、やっちゃっていいかなじゃないよね。あ、やばい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 。やばいやばいよ、やばいよ。しょうがない、えい。しょうがない、えいとは。あ、消えた。怖いよね。だって、かしり主になっちゃったら、もう怨念がさ、一緒に取り付く感じになっちゃうもんね。制御できなさそう。意志が強くないと何ともできなさそうだよね。これね、なんか改めて人物リスト見たんですよ。そしたら、やっこちゃん、あれだね、お祭りが大好きなんだってね。
そう、チャキチャキの江戸娘、江戸っ子だから。だからこのお祭りのね、やつついたんじゃないかなって思います。そうだよね、ぐわーってくるんだよね。ぐわーってくるって言ってたもんね。走り主になるとね。うえ一体化しているふぅまあねあんな場面を見ちゃったら、わーってなるよね。何してんのつって。スケバンあ、やばい。後ろにいるな。あ、これまだこの正体分かってなくない？この正体まだ分かってないよね。うわぁ、怖い！怖い！大きい顔がある。怖い。あ、かっこいい。かっこいいなぁ。振り返らない。振り返らない。ミオちゃん、あれかな？生命とかの家系の子孫なのかな？ここで奴が出てくるぞ。奴が。これ一回失敗したからな。ほら、こいつ、神ちゃんはね、こいつが、あの、例の、昔、大変な事件を起こした人だと思ってる。足宮おっちゃん。この人あれだよ、人物リストで確認したら、すべての学校のね、先生と生徒の顔と名前を覚えてるんだって。すごない？すべてのだよ。ぐれてないです。でさあねー。タバコ火つけないでっていうのもまたあれだよね。何しに来てた？まあまあまあね。いや、ほんとに観察眼がすごい！手には何も持ってません！あ、そっか、見せちゃうんだっけ。いやー、こいつマジ貸し主だったらバレちゃうよ。うん。あー、そうだ、これでこうか。これで、そうだ。シャリンってなったね。こいつの例でしょ？きっと、さっきの顔みたいなやつ。っていうか、今学校内に1、2、3、4、5人いんのか。終わった。終わったんじゃない？みおちゃん。火事。そうね。なんか、もやもやするけど。これで、そうだ。やっこちゃんが、家帰れるのよね。ここで先生に出会うんだ。かなり最後の方やっちゃってたんだね、神ちゃんね。さっきので間違えると呪い殺されちゃうんだな。出た。本日2度目の荒石先生。あれかな？やっぱ怪しいよな。でも荒石先生じゃなかったもんね、さっきの。これで帰れると。で、ここがね、新しく開いたんですよ。予告電話。これをちょっとやっていきましょう。もう4時か、朝だよ。コケコッコだよ。路上。路上、ドドン。もう暗いね。暗いよ。はい。残り6人ってね。次の場所で最後か。ほんと寝ずに動くよね。片っ端から職質してる。あー。意外になんか、同じ時間軸で結構みんな動いてるからね。出会わないよね。出た、この口。あー。察知能力ね。怖いね。
でも一番怖いさ、暗闇で発動する、アンドン、あれが回収できたのがすごいいいことだよね。あれ怖いよね。出た、また公園に戻るんだ。錦糸堀公園。が発見されんのね。おいおい言うてるよ。ひえー。でさあね。そっか。まだ発見されてなかったね。主人公が呪い殺されて4ヶ月経ってるってことでしょ。いや。何？別の変死体？え？いたっけ？あ、みおちゃんかな？え、みおちゃんっぽくない？うわー。やばいね。誰だろう？いやー、まさかの。すごい体勢で呪い殺されてますやん。何？電話？電話鳴ってる？電話鳴ってる？マジ？予告電話っていうタイトルだもんね。うわあ、行くべきか。でも、これも見とかないと。そっか、おきえくんってこと知らないもんね。でも、水なんだとしたら自分のやつだよね。おかしくない？エリオくん。電話、見てみるか。うわあ、なんこれ！もう出よ。もう電話出よ。お願い、堤さん。知らないね。いやー、やだー、嫌な予感しかしない。え？うわあ、堤刑事って分かってるのやばい。カッハッハ言うてるけど。誰？え？何これ？何この喋り方。うわぁ。追いかけ回したとかもう、うわぁ。おぉ、来たー。ねじま？え、ねじまってもう釈放されてんだっけ？あれ？死んでなかったっけ？いや、何今の、ま、本当かどうかは怪しいな。電話だし。あー、20年。そっか、生きてるのか。償ってる感じしないよね、この感じね。仮出獄。仮出獄。うわぁ。お礼参り。何が目的？いやー、もうこれ聞こ。居場所。うわぁ。 変態だね。最高だ。 やだー、これにしなきゃよかったー。やだなー。もうだって、だいぶ変態だもんね、こいつね。確か少年だっけ？だけ狙って、もうすごい大量に虐殺してた人だよ、確か。確か。ねじま事件ちょっともう一回見てみよっか。記憶が曖昧だとちょっとやだもんね。攻略情報。これだ、これだ。ねじま事件まとめ。女子高校生惨殺事件。
隅田川に人間の左手の一部が浮かんでいたのが発見され、調査の結果捜索願いが出されていた女子高校生のものだと判明。で、切断跡が確認されたため殺人及び死体遺棄事件として捜査開始。隅田川に残りの遺体がないか大規模な捜索が行われたが、当時の汚染された河川とヘドロで調査は一向に進まなかった。視界は悪く、汚臭もひどいため長時間の調査は困難で、挙句に潜水調査員がみんな体調を崩すこととなったが、それでもかろうじて被害者の頭部と脚部と見られる部位のみが発見された。あーもういやーねー。当時は最も環境汚染がひどかった時代と言われており、魚や貝は消え、隅田川の花火大会も中止になるほどであった。またその調査の中で身元不明の人骨の一部も複数発見された。当時上京してきて行方不明になっていた少女が複数人いたため、同じように巻き込まれたのではないかと世間を騒がせた。ただ当時の鑑定技術では骨から身元までは特定できず、これらの白骨については事件化されず処理されている。ほらやってるわー、うわー。状況証拠が圧倒的に少ないため、まあね、全部溶けちゃってるもんね。捜査は難航極めたが、ふとしたきっかけである無関係の人物が容疑者として急浮上。別件での聞き込み中に一般公開されていない被害者の些細な特徴を話していた人物に、何？え？何？疑惑や、疑惑じゃないこれ。おかけ。地道な裏取り捜査を進め、どうにか逮捕に至った。ちょっと待って、読めない文字あるのやだ。なんて読むのこれ。もうここさ、普通に動画だったら多分、編集なんだよね。え？つって。に、疑い。嫌疑。嫌疑だって。悪いことをしたのではないかっていう疑いだって。犯人は被害者と何の接点もない36歳の自営業の男、根島文岡。根島は道を歩いていた被害者少女を拉致し、自宅兼店舗の地下倉庫に監禁。ドヒャー！その少女を狙った理由は、たまたま夜道を一人で歩いていて都合が良かった。おえ！監禁して数日後、根島は少女の体を拘束し、口を縫い付けると、意識があるまま手足の指を業務用カッターで切断した。細かいんだよ、描写が。少女がその苦痛に声にならない叫びを上げ暴れる中、じっくり観察するように時間をかけて、手、足首から肘、膝とだんだん中心に向かっていくように各部位を切断していった。これ、あれだ。ネットフリックスで死刑に至る病っていう、阿部サダヲさんが主演の映画があってね、それもね、なんか、そう、似たような。あれも、結構気持ち悪かって、ずーっとなんか背筋がゾクゾクする感じで、あっちは確か、それこそ少年だったかな。もう同じような手口で倉庫で監禁して、で、口を縫い付けたかどうかあれだけど、確か歯も一本一本取ってってたんじゃなかったかな。で、爪も一本一本取ってって、全く同じような感じで。で、証拠を絶対残さないように、パン屋さんやってるから、もう大きなかまどで、もうすべての遺体をもう消し炭になるまでやって、残った粉を皮に巻くっていうことやつ。大丈夫かなこれ。なんか、動画の R 指定とか入るかな大丈夫かな。少女は意識を失っても別の切断の痛みで覚醒するのを繰り返し、やがて失血によって絶命するまでそれは続けられた。その後、遺体をさらに細かく切断し、さらに細かく裏手の隅田川に行き、地下室を清掃し、何食わぬ顔で日常生活に戻った。この、人倫かなにもとる陰惨な事件が報道されると世間は凍りついた。ご飯食べれなくなるね。逮捕後、犯行は素直に認めたが、動機については、自分はどうかしていた、悪いことをした、と泣きながら反省を述べるばかりで、その真意は最後まで謎のままとなった。うわぁ、嘘っけぇ。嘘だよ、これ。嘘じゃん。嘘だよ、こんなんね。同様の犯行を、これまでにも何度か行っていたのではないかとの疑いもあったが、
結局それ裏付ける証拠は出てこなかった。いやいや、こんなんで終わらないでしょ。悪いことをしたで。だってもうこんなん計画的すぎるもんね。第一審での判決は無期懲役。被告側からの控訴はなく、そのまま執行された。いや、最悪だわ。それでこのセリフ見たら超最悪だわ。こういうこと言ってたってことでしょ。うーわー。時折混じるカタカナの感じがもう嫌だ。変態感があって。反省してる。嘘だよ。うんうん、これは本当にねじまなんだとしたら、あの先生学校からだったら公衆電話あるからかけられるもんね。あと職員室とかの電話とか使えば、うん、いい機会。やっぱ我慢なんない。あー、新たな人生ね。いや、わかんないよ。キモいキモい。お礼とか気にすんな、無理すんな。おー、すごいな。なるほどね。警部って感じ。話が噛み合ってない。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。はいはい。バラすだって。うわぁ、もうこれ相当じゃん。20年だって。地獄のような20年間。性格の悪い監視からの嫌がらせ。ああ、模範囚か。おめえさん、おめえさんだって。受け入れてくれるだけでいい。俺の思いを。気にしまい。最高だーって言うんでしょ。そうね、重いね。うるせえばか。いや、恋人か。恋人かい。うるせえばかじゃないのよ。なんで私の思い受け取ってくんないのつって。もう一回聞いてみる。うん。うわぁ。いや、バラすんかい。どっちだし。なんなんこのツンデレ感。うん。絶望に打ちひしがれ、泣きわめいて土下座するところ。いや、絶対しないと思うけどな。これ、後ろにいるさぁ、あの子。お名前。あの子がちょっと、怖いよ。エリオくんなんとかなりそう。怖いよ。だって場所分かってんでしょ。おめえじゃねえって何回も言ってるしな。はははははは、言うんかーい。うえーん、ねじまさんごめんなさい。こういう感じなんだ、言うんだ。すげえな。公衆電話で昔からのこの関係性分かるってすげえな。満たされる。いや、満たされてよ。おう。どうかしてる同士。ああ。大切に思う人物。うーわー。あははは、でしょうね。ああ、一人娘か。一人娘がいることもバレてる。それだけは絶対やめろ。あー、なんかこれトリガーになってそう。トリガーになってそうだね、なんか言ったらみたいな。いいね、いいね、その調子言うてるけど。うん、やば。うわー。え？待って、娘の場所知らない？あれ？疎遠だったっけ娘と。うわぁ。うーわぁ、性格悪い。いいよ、いいって言ってる。すごくいいねー。いいよ、いいよ。本社の近くに住んでるんだってね。いいよ、いいねー。どっち目線なのよ、はるかは。いやー、でもこれ以上やったらちょっとやばそうだけど、聞かないとなー。昔みたいにバラしてやる？え？あー、これは、
次これか。ヒント？うん。片刃の足。片刃の足ってなんだっけ？忘れちゃったね。片刃の足。置いてけぼり。片刃の足ってないぞ。ここに入るやつだ。片刃の足ってなんだ？あれ？まだ出てないやつだね。初めて聞くじゃん。片刃の足。何？うん。走り主だったね。うん。特殊な使い方？あら。うんうん。本題がいっぱいある。メインディッシュ。あー、娘さんとは疎遠だったのね。うん。一生懸命守ってる大切な市民も。そんなことできんの？最悪じゃん。それができる。日暮れと同時に決行？え？そんなことできんの？やっぱ。呪い前夜祭とかいらない、いらないね。うわ、もうこれ完全にじゃん。やっぱあれじゃん。荒石先生とあの人だよ。組んでるよ。すぐすっす名前が出てこないの本当に嫌なんだけど。本当に嫌だなって思うんですけど。下の方にいる。これ。足宮さん。足宮さんと荒石さん、多分荒石さんにいろいろ教わってる気がする。この足宮さんが。それだったら辻褄が行くもんね。うわぁ。うわぁ。だってあれも見たことなかったもんね。うわぁ。怖っ。12時間。うわぁ。蘇りの秘術。うーわ、うーわ、うーわ、やばい、やばい、やばい。やばそう、マジやばそう。マジやば、マジやばそう。いや、マジやばいと思ってる、これは。マジでやばいと思ってる。でもさ、このおきいえくんがさ、自分のやつで死んでない？これ。口から水出してるってさ、確かそうじゃない？足洗い屋敷だっけ？置いてけぼりだ。置いてかないでーっつったら、なんか溺れ死んじゃうやつ。学校だと思うけどなー。しかもあの時間に荒石先生がいたってことがもう100点満点の回答だったらもうそうだよね。もうあそこで待ち合わせしていたとしか考えられないわ。朝になっちゃう。いやー、やばい。すべては学校から起こっている。この晩のうちに合計で3人の変死体が発見された。すごい、なんかクライマックス感がすごい。うわー、本庄連続開始事件。罪の要請により、はい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 、夜通しで付近の貸り主で捜索を進めていったが、何も見つけられず、呪われた夜は明けるのだった。うわー、うわー、ドヒャ、うわー、急に二つも開かれた。うわー、なんこれー。
2時間しかないよ。やっぱ。ということで、ちょうど30分なりましたね。じゃあ次回は、ここと、ここからやっていきましょう。やばい！どうなっちゃうの？ということで、また次回に続きます。ぜひお楽しみに。ということで今日はこの辺で締めていきます。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願い。キャピアン。現在ねメンバーシップも大絶賛募集中です。もしよろしければ概要欄にね詳細等載せておりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回。お会いしましょう。あ、ちなみに毎日ライブ配信もやっていたりとか、あとは週2ぐらいでねポケモンの10秒ショートも上げてますので、もし興味があったらぜひ覗いてください。ギャー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 ピー、バイミー。